ドジャースの大谷翔平選手は敵地のパドレス戦を欠場した。前日に腰の張りを訴え、9回に代打を送られていたが、この日、球団が大事を取ってという感じだった、と語った。欠場は今季2試合目。全米で唯一の全国紙、USA Today の記者は同日、大谷選手について以下のように報じている。大谷翔平はチームが希望すればいつでも投手を諦める用意があると彼に近い2人の人物が証言。二刀流はただできるからやっているだけで、投手は打者ほど情熱がない。情熱がなきゃ手術しないやろ。こんな適当な記事書くのかとがっかりや。これは悪意がある。この記者はガセで有名な人。こんな適当な記事を書くんじゃ信頼できん。近い人って誰や？何のために手術してリハビリしてると思ってるんや？次、故障したらやめる覚悟はあると思うけど、今はできるところまで、やりたいはずだと思う。翔平は、投げて打って守って走ってこんなに、すべてを楽しめるスポーツは野球しかないって言ってた。途中で諦めるはずがない。大谷さんは投げることに、並々ならぬ情熱を注いでいる人だと思うんだが、この話は絶対嘘だよね。いろんなインタビュー見る限り、なんなら投手の方が熱量高いでしょ。大谷翔平選手は必ずマウンドに戻ってくる。なんせまだまだ投手としては可能性が未知数で進化できる。3度目の手術をするような状態になった時は諦めなければいけないと本人は言ってたけど、チームが希望すればいつでもとは言わない気がする。むしろ大谷君は投手の時の方が気持ちを前面に出して、打者の時の方が朗々とやっている。いずれその時は来るとは思うが、それは今じゃないと思う。大谷さんは賢いから、自身の体と相談して、自らの意思で申し出ると思うしね。大谷選手が、本当に投手に魅力を感じていないなら、アメリカで挑戦するときに、最初からドジャースに入団したと思う。